はい、どうもアルトのチャンネルです。今回ですね、フォークリフトシリーズこれやっていくんですけど、今回はね、実際の荷役作業とかそんなんじゃなくて、走行について。あ、走行、走行、基本中の基本。そうそう、基本中の基本、走行なんだけど、走行これ結構ね、勘違いされてる方がおると思うんですけど、まあ、僕らの動画でも、あの走行コントロールレバーで調整でスピードを変えるとか、多分言ったことがあると思うんですよ。俺がね、多分カズが言ったんだけど、あれ実は間違いではないんだけど、実際のリフトマンっていうのはもちろん走行コントロールレバーでも調整するんだけど、ブレーキペダルの方で調整するんですよ。そうなの。そうそうそう、だけブレーキペダルっていう名前がついてるけど、実際は離したらブレーキやないですか。はいはい、リーチって、やけど言うたらアクセルみたいなもんなんですよ、ぶっちゃけ。踏んだら進みますから。だけどその踏み具合によって速度も調整できたりできるんですよ。ですよ。プロは、まあ、こっちもそうやけど、アクセルワーグが、そうそうそう、車と一緒なんですよ。俺めっちゃ嘘ついたいや嘘ではない、あれそれは、それも本当のことですから。パスやんこれ取るためにわざとパスしたやんなるほど、はい、すいませんすいません、嘘つきましたいや嘘ではないですからね、皆さん勘違いしないでくださいねだけど実際僕は今日はね、走行をね、ちょっとスピード調整して やっていこうと思うんでね、まあ皆さんちょっと、まあ、走行するだけの動画になってしまいますけど、ご視聴よろしくお願いします。もう一つだけちょっと言わせてもらう、はい、ほら、まあ、間違いで、素人やけなるほど、先生そっちやね。なるほど、その時の俺の説明不足だった。すいません、やってます。まあ何はともあれ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、じゃあ軽くちょっと走行する前にね、説明だけしときます。ブレーキペダル、これ目いっぱい踏んでる状態。目いっぱい踏んでますね。はい、踏んでます。このワークなんですよ。ちょっと待ってよ、アップします。はいはいはい。このワーク。この足使い。あれやね、車のに比べた、あ、でも車と同じぐらいか。この、あ、浮き代というか。あー、それはちょっと。一緒、まあ、ちょっと、あ、やっぱ車の方がちょっと深いな。この踏み具合の調整によってもスピード調整できるんですよ。だから、このブレーキペダルと、こっちの、こっちの走行コントロールレバーとの兼ね合いで、スピード調整でしていくんですよ。まあ目いっぱい行くときはもう目いっぱい目いっぱいなんだけどね。まあまあ俺みたいなやっぱ素人っていうか乗らんやつからしたら、この上のね、このレバーで調整する方がまあ間違いないんかなっていうか、やりやすいんで。まあ慣れんかったらやっぱこの手と足両方連動させるって難しいから。むずいよね。確かに。まあまあ、まあ、喋るだけじゃあれなんで、実際走行していきますね。お願いします。はい、あ、じゃあ走行していきます。あ、まあバックしますね。普通にもう走ります。これも目いっぱいの状態です。もう画面いっぱい。画面いっぱい。結構早いね。で、こういう感じ。それをもしいきなり。ゼロから目いっぱいとかってやったらどんな感じになるんですか。ゼロから目いっぱいですか。いきなり目いっぱいとかってしたら、あー、やっぱ結構乱暴な感じになるよね。そうそう、乱暴な感じになります。もっとソフトタッチに。ソフトだけね、そのソフトタッチもどちらかと言うたら足でソフトタッチした方が足でいいかなとは思います。 S 字ですこうだけ、ね、それで味噌汁こぼれんのかいう話ですね。そう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 、まあちょっと足元を映して撮影できないんであれなんですけど、まあ、こんな感じですよね実際は。まあ今日はね、こっちだけじゃなくてブレーキペダルでも走行スピードを調整してやりましょうっていう動画でした。はい、まあ今日の動画がね、少しでも参考になったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。ワールドローンチャンネル。